クーリアクーリアクーリアエルバクーリアは、エルバが製造した、スポーツカーである。1958年1月発表された。当初搭載したエンジンは、MG マガ用のナイケーファイ 73.025mm、工程 88.9mm イコール 1489cc、71から 75hp、5200から 5250rpm。 サスペンションはフロントがトライアンフの不当調ダブルウィッシュボーン、リアにトレーリングロッド、パナールロッドコイル。最高速度は160時速 170km と目覚ましくはないが、交換フレームと FRP ボディにより重量は 454kg に過ぎないことから低いギア比と相まって高い加速性能を持ち、ビギナー向けのスポーツカーレーサーとして好評を博した。 やがて MG、MGB 用の内径ファイ 80.3mm、高低 89mm で 1798cc、SU ツインキャブで 95HP、5400rpm エンジンを標準仕様とし、車種も基本構成を保ったまま細部を改良し重量は 621kg に増加した。レース用の m ーク k 4仕様ではリアサスの独立化を図り、 オイルクーラーを装備した。エンジンは、フォード製 116E をベースに、ロータスがチューニングした、DOHC 直列4気筒、140HP エンジンも指定できるようになった。1962年累計生産台数700台になった時点で、製造販売権がトロージャンに譲渡され、1967年まで製造された。ありがとうございます。